かい。しかもあのベッドから落ちてた。ユイピーのベッドサークルを破壊して。ベッドから落ちてた。グリーンだから。仲直りって全然喧嘩になってないよ。なんで喧嘩に見えた？あ、リスありがとう。全然喧嘩になってない。あれは喧嘩って言わないね。喧嘩って言わないね。覚えてるよ。やっと謝ったのな。とってもめんどくさい感じだった。いや、あれは喧嘩って言わない。外線もまだ全然喧嘩なんてないで。だって配信終わった後普通に会話してたよ。面倒なのは養分だぞ。え、謝んないんだよな。俺が悪いの？え、俺が悪いってこと？そういうこと？イライラした？何？養分が悪い、当たり前。あ、だけどやっと謝ったで。マジで謝んねえんだよな。ほら、タイトル読んでほしい。タイトル読んでほしい。昭和の魂、養分伊藤。昭和の魂。え？え？噛みつくとしつこすぎるって。平成が生んだスッポンって呼ばれてるからね。俺、平成が生んだスッポン男、養分伊藤。お前が、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 俺が、俺が、俺が、養分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 、伊藤。ででででー。昭和が生んだ、昭和の魂を引き継いだ、平成の、すっぽん男。すっぽん男。すっぽん男ね。あ、ナイス、ありがとう。Thank you. Thank you. いいよ。謝ったから、昨日。やっと謝ったからな、一言が。やっとな。な？元旦那にそっくり。じゃあ、謝んねえんだ。謝んねえんだから。いや、俺が悪くないからね。3時間やってた。鬱憤が溜まってんだよ。鬱憤が。え？ 3 時間。え？ 3 時間も言ってた。いいんだよ、謝ったから。お前がしつこいんだよ。そうやで。ん？いや、昨日は喧嘩なってないって。全然喧嘩なってないって。あれは喧嘩って言わない。話し合い。あ、おはようございます。あれは話し合いって言うんだよ。そう。100回も200回も言うんだよ。タイトル書いてんだろ、昭和の魂、養分伊藤って。いや、昨日喧嘩なってない。
マジで全然喧嘩なってない。オカマ妖怪ループ野郎になってた。一言一言がだ突き刺さってんだよ。俺のことオカマ野郎って言ってるからな。そういう塵に積もったものがあるんだよ俺にも。オカマ野郎って女好きは女を大切にするんだよ。お前みたいなのを女好きとは言わないんだ。お前はオカマ野郎だ。覚えてるよ。言われて頭に来た言葉は全部覚えてる。全部覚えてる。覚えてるよ。本当の女好きっていうのはね、本当の女好きっていうのは女を大切にして女に優しいんだ。お前のは女好きって言わないんだよ。女を大事にしないやつは女好きって言わない。そういうやつはオカマ野郎って言うんだって。オカマ野郎って。人生で初めて言われたよ、オカマ野郎って。え、いいよ、昨日謝ったから。やった、謝ったからな。怒ってないよ。朝もさっきまで家のゴミ捨てしてたよ。家のゴミ捨てして書類書いて、でユイピーにリュック背負って、ユイピーのバッグにお菓子入れて、今なんかお散歩行ったな。離婚届だって。違う、あのね、昨日あの書類をコピーしたでしょね、書類コピーしてたでしょ昨日。あれを朝書いたんだよな、朝で。こう書き始めて一番最後に気づいたんで、いっぱい失敗して。あのね、書くお手本っつうのがあったのを忘れてて、いっぱい書いていっぱいぐちゃぐちゃなって、一番最後に気づいたね。あ、なんだ、お手本あるじゃんと思って。書類出ないかもね。クーちゃん病院に養分連れて行かないの、行ってよ。なんで俺クーちゃん病院に連れてくるの。なんで、何のためにクーちゃん病院連れてくるの。ペラッペラって言われてた俺が。クーちゃん何かあったの。いや何もないけど。分からんて、何の話してんの。え、クーちゃんどうしたんだよ。いや、クーちゃんがどうしたん。違う、分からんて。分からんて。何の話してんの。美容院、美容院来週だよ。今年一緒に寝たの1回じゃないで、30回ぐらい寝てる。今年じゃないでしょ、今週でしょ。こは当てるけど、こ、ん、週でしょ。今年って言ってた。それはあのアルコールの言葉のあやだろ。今年じゃない、今週。こ、年じゃない。こ、ん、週。あ、お疲れ様。リスありがとう。襟足切り、あ、ぞ、あ、髪の毛も切りたいんだよな。ちょっと電話しようかな。じゃあ謝んねえかな。気強いやろ。
気が強いんだよな。なんであんな気強くなったんだろう。昔はなんじゃなかったんだよな。いや俺悪いことしてないからね。あ、陽分です。あ、はいはい。今日髪切れますか。19時？ 19 時やったら行きますよ。7時？はい。あ、じゃあ7時行きます。あ、わかりました。お願いします。はい、お願いします。はい、はい、失礼します。ヨブンは浮気してないと悪いことしてないと思ってる。じゃあ俺本当に何も悪いことしてないんだよ。怒られるようなこと。俺じゃあ本当に何もしてないんだよ。何もしてないが怒られてるからはってなってるだけで、社長博じゃないんだ。口が悪いだけだよ俺。お前らもしかしてあれでしょ、こんな男らしい俺に惚れ直してんじゃないの。うん、実はうわだけどこういう旦那はかっこいいなみたいなちょっと思い始めてんじゃないの。違うの。え、実はちょっといいなあ、私もこんな熱い男と一緒にいたいなあとか思ってんじゃないの。え、なんかあの病人みたいな扱いやめてくれない。つか俺腹減ってんだよね。もうなんか夜ご飯俺食べてないでしょ。お腹空いてんだよね。だけどなんかゆいぴーの歌涙を流してたね突然で。夜寝る時もゆいぴんの歌俺聞いてたらあのママが寝てたで。病で寝てたね。なんでお前が寝てんだよと思ったよ。寝てた。爆睡してたね。なんでママにいつも怒ってるって。あの逆ギレしてくっから。逆ギレ。あ、だけどあのやっと謝ったからこれは大きな前進だよ。一言も謝らなかったから。ねえ、やっと謝ったからな。いやいや、ベッドに寝てるで。干渉もしてないよ最近。全然全然全然。大きな前進だね。不動の謝らないところをやっと謝らせた大きな戦績だね。戦績。あ、今月だけどどっかでちょっと旅行行きたいけどな。家族旅行。家族旅行行きたいね。温泉ね。ゆいぴーも連れて。くーちゃんお留守番。くーちゃんお留守番今回。一泊二泊。え、怒ってたリスナーいたぞって。大切にしてるよ。前より喧嘩しないもん今。ベルサイユとコラボお願いします。喋ることないでしょ。何を喋ることあるの。
チ喧嘩勝負したいなって。いやいいよ、そんなこんな朝お昼の1時半に口喧嘩なんで。いやいいよ、俺他の人でやってよ。そんなくだらないことに巻き込まないでくれる？ねえ、そんな突然さ、おい口喧嘩しようぜって、なんで俺こんな昼の1時半に口喧嘩しなきゃいけないの？ねえ、俺の負けでいいよ。いや別に俺今口喧嘩しようなんて思ってないからね。なんでそんな子供みたいなことをやらなきゃいけないの？はい、おはようございます、花火ありがとう、センキュー。1億円も持ってんなら1億円でなんか違うことやったらいいやね。えもっとあの1億円あったらもっと時間を有意義に使ってもっと楽しいことやったらいいんじゃないの？いやいや、プロレスって俺プロレスラーじゃないからね、そんなやってから売れないんじゃないの？それやめた方がいいよ、ね、やめた方がいいと思うよそれ。あの他の人からしたら、うわマジめんどくさいやつだなって、あの嫌われるだけだよ。ちょちょちょ、ほんまに。あの絡み方間違えると嫌われるだけだよ。東北高校、東北なの？酔っ払ってんの？酔れてる系？もしかして。地雷撤去とかしてるみたい。話したことあるって？いや、ないっすね。ノンアル？ノンアルでお前昼間から口喧嘩しようぜなんかやめた方がいいって。いや、有名人なら、ほんで有名人とコラボとかした方がいいよ。そしたらもっと人見てくれるから。ねえ。ちゃうちゃう。そんなもうちょっといるでしょ。だって喋ることないもんね俺。何喋んの？好きな食べ物とかね、好きな服のブランドとか喋るってこと？お見合いじゃんそれ。男同士でそんないきなりお見合い始めてもね。ちゃちゃちゃ、そんなじゃ喋ることないもんね俺。喋ることがないでしょ。ギャンブルの話しませんか？別にしなくていいよ俺。プラチナぐらいまで上がったら喋ってあげるわ。だって喋ることないんだもんな。じゃないんだもん。だって何喋ったらいいの俺、知らないのに。逆に俺と何を喋りたいの？何を喋りたいの？喋ることないのに。あ、だけど俺一つだけ気になるのがあるよ。あのどっこい翔一は性格が非常に俺悪いんじゃないかと思ってんだよ。 YouTube で常に人を悪く言ってなんか正義感振りまいてるけど、どっこい翔一はめちゃくちゃ性格が悪いのかどうなのか、それは唯一ちょっと聞きたいね。俺結構見てんだよどっこい翔一チャンネルを。どっこい翔一を、あいつはめちゃくちゃ性格悪いんだろうなって俺思ってんだよな。なんかいるんだよホストで。
どっこい翔一だぞつって、でいつもなんかいろんな変なやつをホストに入れるんだけど、全員おもちゃにして最後は首にするんだよ全員こいつ性格めっちゃ悪いなと思って、俺いつも見てんだよ散々変なやつ連れてくんのに最後全員クビにすんだよ。だからキャリーみたいなのいっぱい連れてくんだよ。キャリーとかさ、何あのテテさんみたいなのね、コラボお願いしますね。いいて俺は。なんで喋る？じゃあ少しだけ。で喋ることがないんだけどね。ほんまに。もうちょっと違う人と会話したらいいのにね。まああと会話しないよ俺。しかもなんで俺からコラボ、まるで俺がさ、コラボして欲しい人みたいじゃん。いや、変だよね。俺が上がってさ、あ、こんにちは、ヨウブンです、みたいな。それ変じゃね？まるで俺がかまってじゃんみたいで。変だよね。変だと思うけどね。だってどこにいんの？しかもプロフィール長いし。ヨブさんどうも。あれ、みやびくんじゃないよね。めっちゃ言われるんですよ。さっきパルパルさんにも言われたんですよ。みやびくんじゃない？僕ベルサイです。そんな似てるんすか？似てるね、黒いところが。これはジグロなの？ヒサロなの？これは普通にあのジグロですね。いや、もう完全にみやびくんじゃん。マジっすか？そんな似てるんすか？結構1日に、まあ、25回ぐらいは揺れるんすよ。いや、言われるだろうね。しかもなんかキャラも熱苦しい感じが似てるしね。さっきバルパーさんにも言われました。めちゃくちゃ似てる。なんでそんな、はい、コラボばっかしてるの？いや、なんかもともと配信者とはコラボしないで自分一人でやっていくっていう風に言ったんですけど、うん、なんか一昨日ぐらいにイライラしてて、で、タヌキのアンチたちを全部解除して全員上がってこいやってやって、うん、それでそしたらちょっと閲覧伸びちゃって、で、うん、もう配信者ともう弁が立つやつ配信者しかいないから配信者にトスしようぜみたいな話になっちゃって、それでやってて、昨日イキリストとか花屋とかそれもうただのかまってちゃうんじゃん、はい、そうなんですよ。それでやってたんですけどちょっとやってるうちに、まあなんかめっちゃ普通にいい人とかも出てきてて、じゃあなんか喧嘩し、プロレスしたい人はプロレスして、プロレスしたくない人とは普通に喋ろうよみたいな話になって、それでどっこい翔平さんの、だっこい翔平さんのっていうか、どっこいの話をしね、だったらちょっと興味あるって言ったんで、その話を。今もトップダンディなの？はい、今はですね、あの同じグループのドリームってとこいるんですけど、僕は最後は総支配人トップダンディでやってて1億売ってると、まあ、要はどっこいより売り上げてるんですよ。どっこいってあれ本当に売れてるの？売れてないです。売れてないんだ。そうなんですよ。で、あのどっこいはお客さん一人で、ちょうどあのさ、スノボ行く準備やめてもらっていい？はい、いやいや、何が好き、ね、好き、ちょっと画面アウトして好き、ね、まだ雪も降ってないから。はい。青いといいから、青、青なくて、あなたを思うには、うぅ、止めて。ちょっとやっぱね、はい。あの、配信会、売れないわ。売れないわじゃないよ。売れないわ。絶対今ので確信持ったわ。なんでだよ。ちょっと、面白くないわ。面白くないわじゃないよ、本当に。まださ、あなたが忙しいと思ってるから手短にやってるの。めっちゃ長かったし、え、で、何？なんで、TikTok の方が向いてんじゃないの？いや、TikTok はちょっと、あの、僕なんかそんなにバカっぽいキャラじゃないんですよ。普通に、あの、お話が。いやいやいや、動画でもバカっぽいキャラでしょ。いや、それは多分、ちょっと喋ってる。誰が見てもね。
誰が見てもバカっぽくしか見えなかったでしょ。誰か普通にうちの人たち、ヨブさんに説明してあげて、まあ要はなんでそんな喧嘩やりたいかって言ったら、別にあの平和主義者なんですけど、自分がすごい、ね、あの論理力があると思っていて、おしゃべりがめちゃくちゃこの中でもキレッキレだと思ってるんで、それでじゃあプロレスでやろうっていうふうに言ってるんですよ。あ、そうなの。そうなんです。どこで翔平の話だったら興味あるんですよね。しましょうよ。いやもう、まあ、いいよ、売れてないんでしょ。あ、売れてない。まあ要はそのエースが一人いて、その子がまあたまに1000万ぐらいボンってやるみたいな感じで、あとは細かいお客さんとか YouTube みたいな人間が、まあ5万円とかそのぐらいを使うみたいな感じで、まあ年間で言ったら大体3000万ぐらいの売り上げですかね。で1億円稼いで、1億円はどうしたの。まあ、後輩に全部使いました。あと競馬に突っ込みました。あ、競馬するの。競馬やります。ヨブさんやるんですか。競馬やるよ。今日凱旋門だよ。あ、なるほど。僕はあの10番人気以降しか買わなくなってて今で、大穴を3着以内当てるの超得意なんですよ。なかなか当たんねえだろ、大穴なんだから。いや、1日に1回は当たりますよ。そうなの。今までの最高配当、最高負け額が 1S700万ですね。最高配当は、まあ、ちょっとそれはしょぼいんで言えないですね。680万です。680、何で3連単3連服1点ですね。3連服1点はい。ヒシーグラスが出てて、あと、誰だっけ、中山記念です。2021年ぐらいの中山記念の。なんぼ買ったの。60、65倍ぐらいついたところに、3連服1点で10万ぐらい入れて、650万とか80万ぐらいだったって感じですね。3連服1点はすごいな。怖くて1点だけなんか勝負できないよ。はい、まあ、1点数百万勝負は結構しましたね。あれも、朝日杯のダノンマッキンリーと、うん、あとあのジャンタルマンタルというクソみたいなワイドに、うん、あの500万突っ込みましたね。はい。もう、じゃあ競馬配信したらいいじゃん。競馬配信なんか、まあ、ヨブさんぐらい人数いたら、多少は競馬好きな勝負かもしれないけど。今日100万勝負しないよ。じゃあ今度なんか競馬勝負コラボみたいな、なんかちょっと単発やる。いやもう今日100万勝負してよ。あるの。いや今、いやお金ないですよ僕今。なんでないの。だから競馬で、別にホストの時のお金はほとんど本当に後半に使いました。でこのフワッチ始める前の240日間全部競馬1日中6時間やった後に12時間研究するみたいな、そういう生活続けてて、その間もう全部お金突っ込んでなくなりました。じゃあやっぱダメじゃん。要は僕はどういう書き方してるかって言ったら、その穴でとんでもない無理くりな書き方してるんで、まあ、1回4億とか当たればいい。まあいいや、競馬の話はもうこの、はい、この世界で花を咲かせようと思ってんだ、はい、そうですそうです、ね、要はコストって、はい、まず直さなきゃいけないところがある。固まっちゃってる。直さなきゃいけないところ、はい、まずここ締めないと。あ、あのね、乳首とかじゃなくて、あのね、ダサい。ダサい、そこ。ダサい。開けすぎはダサい。なんでだよ。一応いやいや、開けない方が絶対いいから。ダサすぎるってそれ。いや、格好つけて開けてるんじゃなくて、ね、ランニング後のおじいちゃんみたいになってるって、よれたタンクトップみたいな。カッコつけて開けてるんじゃなくて、ね、肩、体が185の90あるんですよ、ね、ちょっともうこれシャツがちっちゃいからしんどいから、こうやって開けてこの脅威のバストのところを広げてるんですよね。え、そういうこと。もうちょっと締めとかないとね、売れないよ。コラボしてる間は締めておく、とりあえず、はい。いや、これもダサいだろ、ちゃんと突っ込む。あとはなんだろうな、あんまり、はいはい、コラボはあんまやらない方がいいかもね。やらない方がいいんすか。いや、やってもいいけど、はい、あんまりネームバリューあるところは嫌われがちになっちゃうからね。嫌われがちになっちゃう、うん、要はちょっとこいつしつこいなとか思われちゃうから。うんうんうん。そしたらちょっと損するでしょ。まあまあまあ、するかしないかはその時のトーク次第じゃないですか。あとはアップの気がする。トークはうまくないよ。いや、うまいっすよ。うまくないでしょ、トーク。めちゃくちゃうまくないと思うけど、俺。
めちゃくちゃうまいですからそれは大丈夫です、まあ、結構自信はあるみたいだね。もちろんもちろん当たり前じゃないですか。まあ自信だけはあっていいと思うけど、はい、まあ頑張ってちょうだい。いやそれはありがとうございます。どっこいさんの話もそれ以外何も興味ないですか。確かに YouTube のあれはそうですよね。あの自分の後輩たち使ってそれで自分よく見せてそれで閲覧伸ばしてみたいな、まあ、YouTube に取り憑かれてますよあれ間違いなく。さすがさすがさすが結構見てるから。もう落ちていい。わかりました。また今度ちょっと競馬の時に10分でもやってくださいよ。レースの勝負でもなんでも、ね、じゃあ頑張ってね。あやりましょうね。うん、はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。あかまってちゃんじゃねえかよ。ただのかまってちゃんじゃねえかよ。純粋にただ誰かと喋りたかったってだけでしょ。いやだけど宮城くん治った。じゃああんまりね、いや悪い人だとは思わんけど、あのコラボ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 をなんかやっちゃうと、ほんとある程度の層の人間からはなんだこいつって思われちゃうから、配信者よりもそのリスナーたちに言われるようになるからね。別に喋るのはいいんだけど、そこ気をつけといた方がいいよね。どっちかっつったら上手に絡めるようになって、そこから窓口広げてく方が、まあ、俺はそっちの方が上手かなって思うけど。でアンテナスクエアはなんと時間が空いたから今から OK らしいわ。なので今から行きます、髪切りに。一回まずコンビニ行くわ。ちょっとうんこしてから。ちょっと俺うんこしたい。育ちがいいの、育ちがいいのかわからないけど、あちょっとトークは上手くないな。光るものがなかったな。あとプロフィール長いし、プロフィールもうちょっと短くした方がいいな。なんかあの結構あの危ない人かなと思っちゃうよね。あそこまでなんかプロフィールが長いと。悪い人ではないんだろうけどね。普通に名前ベルサイユだけでよくない？まあ頑張ったらいいんじゃないですか。応援してますよ。もうちょっとな、なんかな、またコラボするらしいで、一発屋にもなれなさそうだもんな。やっぱりさ、人にコラボ上がんならある程度やっぱトークできないと、あのうわ喋れねえのに上がってきたのかよってなるからね。ちょっと俺うんこしてくるわ。ちょっと待ってて。ちょっとうんこしてくる。
業したって。お、わあ、ありがとう、さつまいも、ありがとう。昨夜石田さんの熱い魂をね、酒癖悪い人、タバコ吸う人、ギャンブルする人無理だから、配信者だから会うことないし、養分しか吸わない、もう完全俺に対しての悪口や、全部当てはまってるやん、お前書いてんの。全部当てはまってるやん。全部当てはまってるやん。俺にだけのただの悪口やん。ただただ俺の悪口。なんかアンテナ時間空いたらしい。だから髪切りに行ってくる。ナイス、ありがとう。センキューラスコイ。髪の毛切る。お腹も空いたな。いや、喧嘩してないで。全然喧嘩してない。朝もだって普通に喋ってたよ。どんな髪型？どんな髪型？軽くするだけでいいんじゃね？軽くするだけで。この画像を家にしてほしいで、俺が死んだら。だけどなんか、すごい人間に戻った気がする。今日競馬してない、できない、買いに行かないと、買いに行かなきゃ買えない。こんにちは、もぐもぐですちゃん、ありがとう。こんにちは。先に死ぬリスナーの方が多いから、家見届けられないやろって。
確かに。俺はお前ら死んだらあのお経唱えてやるよなあ。俺がお経唱えるわ、極楽浄土に導くわ。極楽浄土にね、競馬どっちが取りやすい、分からん。それは僕も分かんないですね。たこ焼きとか食いに来てえな。腹減ったわ。伸びてきておかしいって。ずっと配信続けて、あ、凱旋門は買う。お腹空いたよ。なんかハンバーグとか食いてえだ。ハンバーグ。ああいうのなんか人間に戻った感じするわ。人間に戻った感じ。なんか胸のつっかえが取れた、取れたね。じゃあマジで胸のつっかえが取れたね。喉に骨が刺さったようなその感じが。あとこっちだな。胸のつっかえが取れたわ。左に乗ってる車、乗ってる人、野田さんにめっちゃ似てんだけど。すげえ野田さんに激似なんだけど。自分の部屋か車でやれて。だけど前より仲いいで。お前らは、喧嘩を悪だと思ってるでしょ。喧嘩には理由があるんだから。わかる？もっと喧嘩はした方がいいよ。いつも俺を悪いなんて言わずに。いや、お前らは何も分かってないから。常に喧嘩の理由も分かんないんだから。見届けたらいいんだよ。ユキってオカマなの？オカマなのかもしんない。これすごいやろ、人がうじゃ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 いて。しかも今日いつもより寝たからすげえ体調がいいわ、すこべる。すこべるいい体調が。いつも多いよ、いつもこんぐらいうじゃうじゃいる。
なきゃいける。うわ、日本国旗立ててなんかやってるわ。天理教。大阪暑いわ今日。天気もめっちゃいいし。だんじりっつうのはもっとあっちよ。何？なんつうの？それこそ岸和田っていうところ？これだんじりは行ったことないから分からんけど。堺っていうの。これあんま詳しくない。行ったことねえから。腹減った。飯食ってねえから。人生で1回ぐらい見といた方がいいだろうな。大阪の人はだんじりって好きなんじゃないの。今日はカットのみ。髪の毛染めなくていいんじゃない。染める。カラーだけする。髪の毛が弱ってる。じゃあいっぱい寝たからめっちゃ体調がいい。ほんとそぶる体調がいい。生き返った感じ。テレテテレ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 テテレテ。石川の竜樹今大阪にいんの。だんじり配信してた。マジ？久々に絡んでよって。
てる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 。大阪のアンテナスクエア。タバコ一本吸ったら行くか。奥まで行かないよ。今月は女性軍が強い。そうなの。なんかリリーさんとあれ、なんだっけ、ユマルも戦ってんでしょ。あそこもリリーさんが熱くユマルについて語ってたよ。外国人を使ってね、スナックやってる時点で私は結びついてたのよ。あ、こいつ売春斡旋してんなって熱く語ってたよ。あの頃から私はこの子ヤバい子だなって、私はもう見てたから。そうね、ほら見てみ、その後すぐユマルの親が逮捕されたやろって熱く語ってた。俺それをね、黙ってもくもく一人で見てたもん。またこいつ喧嘩してんだなって見てた。ずーっとそれを熱く語ってた。しかもあの韓国で韓国でずーっと語ってたね。だから何で喧嘩したかは分からないけど、またリリーさんはね、揉めてる。国境を越えて怒ってたね。国境を越えてまで。団結団結、みんなで掴もうぜ、乗って叫べ、のみりせ、新眼子さんもナイスおせ、おせ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 。おせ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 、蹴破れその扉、ファンタスティック。お、こんにちは、お疲れ様。ユマルがリリーの枠にポロが文句言ってるって嘘バトを書いて、たこ焼きポロの枠でリリーが文句言ってるって嘘をコメントして遊んで、それでユマルが、あ、そうなの、立ち悪いやん。それはめっちゃ立ち悪いやん、愉快犯やん、やってることやばくね
マジやばくね、そりゃ怒るわ、めっちゃ立ち悪いや。俺が機長に政治がっつって、政治に機長がって言うようなもんじゃ、それはもう見るよ。性格悪すぎじゃね、やばくね。やばくね、マジ。そりゃあのリリーさんが切れないわけがないよね。ふざけろラスコイラスコイ。ユマルとか嫌いだね。いや気持ち悪い。俺もあったよ、なんかあれはベロック入れてんのに、スネ夫の携帯から電話かけてきて、今から飲もうみたいな。飲むわけねえだろ。結構前あったわ。なんかおかしいんだろうな、距離感変わってんだろうな、変わってんだろうな。おばくとかじゃないだろ、純粋に性格が悪いだけだろ。手破れそうな扉がファンタスティック。ナイス、ありがとう。わあ、センナイスありがとう。マグマグリッチャンナイス。本日も雨村は人が多いわ。お、お疲れさん、マグマグリッチャン。今月はリスの日や。リスの日。ラスコイ、ラスコイ。お、シャケクマもありがとう。はるちゃん肉離れ起こした。何肉離れ起こした。せっかく行くんだからイメチェンしたら。どうイメチェンするの。襟足を切るってこと。襟足そろそろ切ろうよ。襟足卒業すんの。AKB みたいな。男らしい髪型に昭和の男を角刈りにするかい。角刈りに。これすごい名前。馬小屋。馬小屋。馬と船って言葉が好き。ちょっとねえや。この外国人で絵になるよ。なんでそんな絵になるんだろう、外国人って。外国人って歩いてるだけで絵になるよ。お、好きな感じは馬と船。襟足はバッサリ切ってほしいんで。襟足ちょ、ジュース買いたいわ。
小前くんは最近なんか瞑想してるね。何をしてんだかようわからんことしてる。あれ、エリアチキター方向感覚なくなる。襟足切ろうかな。切らなくていいか、ウルフでいいか。いや、髪の毛染めなくていいんじゃね。染める。いや、刈り上げはしない。コボちゃんみたいになるの。色長すぎ、バサバサだし。あ、こんばんは。また髪の毛の色変わってじゃん。そうなんですよ。かっこよくない？なんか、はい、ええ感じやね。本当ですか？うん、染める必要ないですか？チャラい感じだけどね。染める必要ないですか？どうします？どうしたい？染めたい？まあ、メッシュはメッシュで痛いね、うん、どうしたらいいと思いますか？気に入ってる？今の似合ってるやん。本当ですか？うん、どうしたらいいと思いますか？どうします？カットするだけします？刈り上げる？いや、刈り上げないです。襟足？あ、襟足いらないかな。切ろうか。襟足？男らしくする。襟足切ってどうなるの？襟足だけ切るってこと？襟足だけ切るのはちょっと変やな。だから合わせるみたいな。合わせたい。なんかな、短くはしたくないな。短くしたくない。要は、まあ、この辺の人らみんなが入れしないやん、はい、この人はあるから、この人多いよ。まあ任せますわ。ない感じにする？襟足ない感じにしたらどうなるの？あ、またこういう、これも襟足ないな。襟足ない。じゃあ襟足だけ切っちゃうか。切っちゃって、まああとは、まあ、あのバランス考えて。はい。こんな感じやな。うん、そういう感じで。色はかぶせなくていい？そのままでいく。色入れたらどうなります？どうなるって染まる。何色にしたい？一緒そのままで結構気に入ったよ。うん、まあ何でもいいさ。何でもいいっすわ。かっこいいよ最近。なんか男前じゃないですか。本当ですか？まずさん、男前じゃないですか。ありがとうございます。え、なんかかっこいいね。めっちゃ顔笑ってるじゃないですか。え、顔めっちゃ笑ってるじゃん。ねえ。まあいい感じで刈り上げる？刈り上げないですよね。刈り上げたくないですね。刈り上げなきゃおかしい。刈り上げるコボちゃんみたいになるんだよね。コボちゃんみたいに後ろだけ刈り上げたい。
ちの借り上げてつなげようか。何につながるんですか。つなげる夢と希望ですか。夢と希望、何を俺の襟足で筆にしてリスナーに配る。マサトさんファイトクラブ出てたって。ヤーマンとかでもないっすよ、切るわ、ね、優しくしてくださいよ。痛くしないで。うわぁ、元気そうやね。はい、元気ですか。うん、元気です。もうすぐ年末やね。本当ですよ、早いです ね。あっという間ですね。今年ですか。いいことありましたか。まだ締めるに早くないですか。確かに今年はいいこと、まあ、ぼちぼちですね。ぼちぼち、はい。飯塚さん来てるみたいね今日。あ、来てるみたいですね、だんじりね、うん、どこのだんじりなのかね。堺。堺ね、違うんですかね。雨も今日断じですよ。雨ヶ崎、はい、市民祭り。市民祭りって言うんですか。市民祭りやってますわ。断じり市民断じり。
飛んでいく感じって何喋ったらいいんだよ。大丈夫ですか、もうすぐ。そうです。もうすぐです。16日ぐらいですか。14です。どこから16出てきたんですか。勘。勘。勘。マッチって今イベントやってんすか。いや、あるけど出てないっすね。あ、やってないっすか。はい、出てない。メガホン、メガホン、メガホンのイベントっすか。いや、メガホンのイベントじゃないんじゃないですか。そうなんですか。今何のイベントしてるの。今なんだろう。あ、なんか鬼ごっこかな。やってないんすか。出てないっすね。いつもイベントやってるイメージやから。今回はね、出てないです。あ、そうなんですね。はい。ちょっとクタベータ。え、クタベータ。いや、後半、うん、前半と後半分かれるんで。あ、分かれる。はい。今前半なんですか。今前半。10月のその大体2回ぐらい大きいイベントあるんですよ。はいはいはい。
アニメとか見てるんですか最近。最近アニメ見てないですね。見てないですか。はい。テンスラとか面白いで今。テンスラ、うん、転生するスライム、うん、あれなん、どんな漫画なんですか。まあサラリーマンが、途中で交通事故にあって、うん、いつもよくあるような感じやね。よくある、あ、よくあるような、ね、あるような転生、転生アニメ、はい、サラリーマンが交通事故で死んで転生したらスライムになっとったっていう話で、そこからどんどん仲間にしていって味方が増えてきて、それ 何ドラクエともまた違うの。何なの。違うよ、ドラクエじゃないスライム。転生面白いで、うん、スライムじゃないの。スライム、スライム、スライムやけど、あのドラクエのあのスライムじゃない。あのスライムとはまた別で、まだ違うくて、うん、ドラクエはドラクエや、ドラクエはドラクエ、さっぱりしたやん。さっぱりしました。はい、ちょっと癖ついとうからちょっとあれやけど、これぐらい、はいはい。お横はもう行ってないんで、はい。スタイリングの仕方やな。スタイリングとかすこれもうカット終わりですか。今日切ったんけど。前髪とか切らないんですか。切りたい。少し軽くしようし。ちょっとしましょうか。長さは毎回じゃない。もう任せます。まあ、あんま短すぎない感じ。ちょっと色気づいてきたもんな。色気づいてきたって30歳に言う言葉じゃなくない。ちょっと色気づいてきた、ね、中高生に言うような言葉だよね。色気づいてきたって子供感覚でいいんですかね。え色気づいてきたってそんな。ちょっと色気づいてるもん、ね、なんか今日なんか最近ね。そんなもんない。パッツンじゃない感じで。オッケーオッケー。最初はパッツンやけど、我慢して。はい。お腹すいたんちゃう。お腹すきましたね。食べてないの。はい、無理やり読んだからな、申し訳ない。急遽空いたんですか。急遽は空いて、急遽キャンセル入って、はい。そしたらなんかさっき今から行けますかぐらいの勢いやったからさ、はい、連絡したんです。本当ですか。はい、
今もんのかな。はい。前髪も一応バラつけたけど、あんまりそれの感じはなくした。はい。普段って何？スタイリングするの？いや全然してないですね。しとくね今日。はい。ね。とか出かける？今日ですか？別に出かけないですね。何？えらいなんか。あの、タンパクやな。あ、そう、タンパクやな。そんなことない YouTube も決まっていつも来るやつがありますね。逆にツイキャスターとかしてる人もいますよ。
よっしゃ。リスナーってでも安定してません、でも安定してもこの人ね、はい、なんか匿名やったら分かるんすか、分からないですか、分かる人は このドライヤーをおすすめ、どこがおすすめですか、何かドライヤー、はい、これ、これこれ、うん、これだと、これなんてドライヤーですか、レプロナイザー、レプロナイザーだ、セブンディープラス、セブンディープラス89,000円、
マサトさん価格だといくらになりますの？8万。7万9000円やって、それを7万に、それを7万だって。まあそれほんまやってあかんねんけど、僕が払う9000円で安く売るよ。僕が払うのよ9000円。だからあのほんま安売りしてあかんねん。いや、それじゃあかんねん、ほんま。いや、そもそもこれが高いからね。これがね。うん。調べてみーや。Google で。皆さん。チェックしますよ。はい。はい。量どう？はい、いいっすよ。飲むんじゃん。はい。ちょっとスタイリングしますね。はい。お願いします。はい。かっこよくしますよ。はい。顔も変えてもらっていいですか？それはもう、美容外科に行かんと。本当ですか？うん。治りますか、顔、僕も。治るってなんですか？良くなりますか？良くなるんちゃう？よくなる。よくなると思うけど、そういうのやったら。本当ですか？よくなるってか。ええ感じやけどね、もうそもそも。好き好きあるやんか。はい。人ね。今の奥さんも今の養分やから。はい。結婚してくれたから。本当ですか？じゃあ僕はこの顔でいいってことですか？そうなんちゃう。ありがとうございます。お悩み相談室もやったらいいんじゃないですか。慣れてない、うん、お悩み相談できてない。お悩み相談室行くんですか。いや、行かないですけど。行かない。もしもし、あれ LINE 見といて。
携帯鳴ってますよ。これですか？ん？携帯？あ、僕あの彼女作らへんね。作らない人やね。嫁さんですか？はい。仲いいですよね、ほんまに。仲いいんですよ。ねえ。みんなに羨ましがられます。羨ましがられるですよね。そんな家庭、なかなかない。なあ。なあって。何言ってんですか？何言ってんですかね。こんにちは。今まででいた一番のうざい客はどんな客でした？うざい客？いや、こいつやべえわみたいな、いなかったんですか？まあ、なんかこう お座りいただいて、どうしましょう今日はって。私ね、浜崎あゆみなんですって言われた。それも病気じゃないですか。でそれどう返したらいいか分からへんやん。はい、なんて言ったんですか？あ、そうなんですかって。そうなんですかって言ったら、いや、あの否定もできへんやん。はい、で浜崎あゆみみたいにしたんですか？浜崎あゆみみたいな髪型が好きやったら、はい、案の定ね、はい、で、まああゆのな、曲が流れたんよ、はい、なんか知らんけど、なんか、はい、偶然かなんか知らんけど、はい、No way to say かな、はい、サビになった時にな、はい、ヒッって なったんよ、その子は、はい、どうせられました？みたいな。この時悲しかったのって言われて慕ってた。なんかすごい、で僕はあゆのファンクラブ入ってたから、もともと好きやったからね、はい、腹立ってきてたんだ。腹立ってきたの？え、ほんまは何なんですかって聞いたんですよ、はい、ほんまは どういうあれなんですか？だからなんかテレパシーでって言われてる。テレパシーで、うんうん、まあ、テレパシーらしいわ、その人。テレパシーで、なんかそのアユのなんかちょっとなんか変わってましたね。いろんな人来るんですね、出禁はいました？今まで。ん？出禁。ありますよ。全然。何で出禁なんですか？予約してんのに絶対出こうへん。ぜ、あ、俺みたいなやつじゃないですか？いや、あなたはあのなんか、あなたはちゃんと来るじゃないですか。後でも。はい。普通の顔して。はい。固くなに来ないやついるんですか？連絡もなくなければ、はいはい、もう来ることもないっていうね、方も言い張るね。それで何回も1回限り何回もなんだ。それはもう転勤するしかないじゃん、こっちも。すいません、もうお断りしてるんですよって。良いも転勤あるんだな。ありますよ。他のケースもあるんですか？他のケース、他のケースとは、うん、ドタキャン以外で出禁にしたケースは別にないですよ。クレーマーは？やる。どんなクレームつけてくる？今までで一番ひどいの。満足してんのに、うん、あのなんか不満そうな顔して、うん、満足してんのに、あの次の何日か後に不満そうな顔してお金返してください。
らいですか。どこで満足度を測ってるんですか。いや満足、あの全然 OK ですよ、もう今までで一番ですよと言ってたのに、あのなんかやっぱ嫌ですと、なんかその日に言ってほしかったなっていうのはあったり。それも返したんですか。返さないじゃないです。なんかもうその聞かんかったからね。でその代わりもあのご来店いただくことできませんのでいうね、うん、まあ、そういう同意書も書いてもらって。あ、同意書まであるんですか。もちろん。お金返す代わりでも今後、まあ蹴りないですね。また次もやられそうですね。そういうのが若いやつなんですか。年寄りですか。ちょっと、やっぱり、ね、頭もいってたと。最後言わんけど。そんなこと言われへん。そんなこと言われリリーさんみたいなやつだ。リリーさんもやってたよ。金返せ、訴えてやる。どなり散らしてたの。誰なんすか。おばさんですね、更年期の。怖い。責任者やべえとか。いるんですよ、そういう悪質な配信者。結構有名なんですね。そうですね、クレーマーで有名ですね。スタイリングしに行きますよ。はい、おはようございます。
ごいね、お前ら。ずーっと悪口書いてるね、この髪切ってる間。すごいね。すごいね。こんなに悪口が止まらないなんて、俺よりひどいね。前髪下ろしてる方がいいな。下ろした方がいい。はい。下ろそうか。はい。いけますか。いきますよ。選んだな、やつがなんか上がっとったからちょっと近しくしてみよう。やっぱ下ろし方がいいな。似合っとうな。適当ですね。すごいですね。ガチガチ。ね。ガチ。めっちゃ適当やんね。ガチやって、コロコロ要素が変わりますね。詐欺とかで捕まったことないですか？大丈夫ですか？大丈夫。詐欺師